限界がああるるものってあるよね例えば車時速200キロで走る車はどんなに頑張っても200キロ以上出すことは当然できないよね。でもね人間は違うの。人間は本気になって頑張れば爆発的な力を発揮することができるよね。でも残念なことに自分の持っている能力に気付かない。 いやもっと言うと自分の持っている能力を最大限に引き出すことができないまま一生ね終えてしまう人の方が多いと言われてる。でもかたやね自分の能力を最大限に引き出すことができる人もいるんだよね。ねえねえその差って何だろう僕は能力の差じゃないと思う。心の差なんだよね。 要は、途中で諦めてしまうのか。それとも、最後まで諦めず頑張るのか。そこの差だと思うのね。シドニーオリンピックというオリンピックがあってね。そこで女子マラソン金メダルを取った高橋直子という選手がいるの。Q ちゃんなんて呼ばれてるんだけどね。あの、今もたまに女子マラソン、マラソンのね、解説なんかに出るよね。そう。国民栄誉賞。 えー、女性のねスポーツのアスリートで初めて国民栄誉賞をもらったともいわれた選手なの。え彼女はね岐阜県の出身で県立岐阜商業高等学校というところに在学中に全国高等学校駅伝選手権大会という大きな戦いに出場したの。47の先鋭たちが集まる中なんとね結果は3位なの。 これがね残念ながら上からじゃなくて下からなのねビリから3位だったわけ一生懸命頑張って47の中の45いや諦めようかとも思うんじゃないかな普通は落胆したと思うよ落ち込んだと思うでもね彼女は下を向いてる時間なんてなかったのそのまま大学に進学し大学でもなんと陸上を続けたのちょっと心配になった彼女は大学の監督に聞いたの 私は47の中の45なんですと。こんな私でも大丈夫ですかと監督は言ってくれたの。俺を信じてついてこいと。その言葉を信じてずっと努力し続けたの。そして最終的にはあのオリンピックという大舞台でなんと金メダルを獲得するような選手にまで成長したの。君らにもね、大きな大きな目標がある。 目標が多ければ、壁が高ければ、時に無理じゃないかと、諦めたくなる時もあるだろう。でも、ね、自分の能力を最大限に発揮する、発揮するかしないかの差は、諦めるか諦めないかの差なんだよね。僕は君たちにはぜひ、諦めの悪い人生を送ってほしいと思う。そんな、君たちを全力で応援していくから、一緒に頑張っていこう。